お昼はね、昨日そのミーティングでも未来が言ってくれた通り、ストレートをしました。ドストレートをしました。夜はお久しぶりの高めツインのストレートをしました。今はねちょっと変えるので、あれで変えるのはちょっと恥ずかしいのでポニーテールなんですけど、どうだったでしょうか。お、似合ってたですか。嬉しい、ありがとうございます。そうね、いろいろ髪の毛のバリエーションというかパターンを増やしていかないといけないのでまたね、21日のしおりさんの生誕祭も出演させていただけるから頑張ります。髪型考えときます。町で入れたよ、楽しかった、ありがとう。ありがとうございます、こちらこそ。ミックスジュース誰も借り上げしてないもんで、しないでしょ。借り上げはアイドルが借り上げしてるとこ見たいですか皆さん。それは私も見たくないです。TikTok 天才的な可愛さでした、ありがとうございます。 TikTok にあのなんか彼氏目線みたいな、胸キュンみたいな動画をあの公式さんが載せてくださってるので、コメントいいねたくさんして、拡散していただけたら嬉しいです。お願いします。私もこの後 Twitter で告知というかつぶやこうと思ってるので、よろしくお願いします。ソフトクリーム寒くなかった？寒かったです。そう、なんかね、ああいうの私本当になんか向いてないというかできなかったんですよ。なんか、まあ、その前にもナイティとシオンとカレンタンがやってたじゃないですか。めっちゃ彼女っぽくて、うわかわいい、こんな彼女がいたらいいなって思ってたんですけど、案外やってみると自分がもうあんな風にはできなくて、ちょっと学ばないとなと思いました。難しかった。ソフトクリーム寒かったよ本当に。なんかソフトクリーム持っていろいろ撮らないといけなかったから、もうあの動画で食べてるところは割と序盤なんですけど、なんかトケトケで最後の方もう手ベッタベタで大変でした。裏話、撮影のベタベター、でも楽しかったです。お散歩好きなんで私、たくさん大阪の知らない街をお散歩できて楽しかったです。そう、風が強くてね、もうほぼね動画の半分ぐらい、もう半分以上、前髪ないけど。それも許してください。そう、私服です、衣装は。ねえ、キートとハンスがショールームしてるかな、楽しそうにやってますね。
あの散歩企画バイエネーヌさんに、お楽しそう、散歩してみたい、いろんなとこいいですね。それもそれも楽しそう。ね、インスタでもああいう動画撮れたらいいけど、頑張ります。そうや、そう、告知することいっぱいありますね。夏色の翼の配信、なんていうの、オンライン配信というか、もともと撮ってたんですけど、なんていうんやろ、配信が決定いたしまして、何だっけな、あんまり詳細しっかりと見てなくて、27日購入みたいな、そんなんやった気がする。ちょっと何曖昧なんですけど、知ってる方教えてください。あ、今日から予約できるんですか。じゃあぜひいろんな私を見れるので、一人二役させていただいてて、もう真逆の噛んでばっかり、真逆の役をさせていただいてるので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。で、多分カメラからも多分近いと思うので、楽しみに待っていてくださると嬉しいです。で、二面舞台客席になってるから、いろんなアングルでも楽しいと思います。ぜひ見ていただけたら嬉しいです。ね、見に行けなかった方も多分ちらほら言い張ると思うので、配信でね見ていただけると嬉しいです。伝説のセリフ、そんなんありましたっけ。そんなんあったっけ。またでも告知しますので、お待ちください。ちょっと私がちゃんと頭に入れてなかったから頭に入ってなかったから、また告知します。こんばんは、こんばんは。お知らせ待ってますね、待ってます、お願いします、お願いしますか、お待ちください。待っててくださいね。あとなんかあったかな、告知すること、なんかあった気がするけど忘れちゃいました。あ、そうですね、組閣しますね、悲しいことに。11月じゃない、1月1日の元旦公演でね、ですね、昼公演っていうか15時開演と17時開演で元旦公演させていただけることもすごく嬉しいですし、ね、組閣っていう、まあ寂しいですけど NMB にとっていい組閣になればいいなと思ってるので、いい組閣になればいいなね、チョカワでいられる、チョカワ泉彩乃としていられる時間はね、本当に残り、もしかしたら残り少ないかもしれないんですけど、残り少ないけど目に焼き付けてください。チョカワはね、あの発表されてるかな、29の百音さんの卒業公演と、
え、発表されてなかった、気まずいな発表されてるか、26日の昼夜公演があるので、年内最後、年内いっぱいはそれを見ていただけると、結構ね3回公演させていただけるので、見に来てくださる方はぜひ来てくだされば嬉しいなと思います。お、26日は申し込みました、ありがとうございます、来てくださいね。お、26日は投げたよ、26日申し込んだ、嬉しいね、寂しいけどね、寂しい、手が疲れてきたね。千秋楽もねあると思うんですけど、ないとは言わせないですあることを願ってます。千秋楽もあんなにね、ナンバトルで頑張ってたので、まあチーム愛というかグループ愛は強かったので寂しい。お、今日誕生日ですよって、おめでとうございます。またまた良い1年にしてくださいほんとに初夏はめっちゃ成長したチームだと思ってます。私もこんなに7期生がたくさんいてね、最初はねやっぱり大変で大丈夫かなって心配はしてたんですけど、頼もしい7期生たちがたくさん成長してくれて頼もしくなって、私たち先輩も頼ってしまうぐらいね、すごく慎重したし、慎重成長したしどんな髪成長したし、素敵なグループ、まあ、どの他の5グループよりも成長したのは一番成長したなって思いますもう語彙力なさすぎて嫌やほんまに困る。そう、伸びしろというか伸び率は一番でした。そう、ことちゃんも本当にお疲れ様でした。まだ終わらんけど、リーダーしてくれてよかったなって改めて思います。それをね、あんまりナンバトルでは支えられなかったけど、このチョカワが終わるまでに少しでも支えていけたらいいなと思ってます。チョコハンドドッキリ好きだったなーって、うえー、そんなコラボありました、楽しかったね。まだまだみんながちょっと初々しくて緊張してる時ですね。楽しかった、確かに。あのは公演8人と16人どっちがいい、あーなんやろな、どっちも良さがあるんですよ。16人公演でやるとやっぱり人数が多い分アイコンタクトとか取れたりとか、やっぱり振りが揃うとめっちゃ迫力あるしかっこいいなって、公演自体は見てて楽しいなって思います。でも8人公演だと16人公演で、なんやろ、一人一人がやっぱりフューチャーされにくいので、一人一人のことをしっかりと見れたりとか、そういう面ではすごい8人公演でも自分のファンじゃない人にも自分の存在をより多くの人に知ってもらえるっていう意味では、すごい8人公演はいいなって思いますし、どっちも良さがありますね。何倍公演懐かしい、できたらいいんですけどね、なんかできなさそう楽しいけど、見るの卒業ね。
寂しいことばっかりもう悲しい雰囲気になるのはちょっともう嫌なので、もうランキングを読んでもう終わりたいと思います。すいません、いつも直帰しな時間で。13位ヨシさん、ありがとうございます。12位がユウさん、ありがとうございます。11位がジョーさん、ありがとうございます。10位がマッカさん、ありがとうございます。そして9位がコバリーさん、ありがとうございます。8位がおぎおぎさん、ありがとうございます。7位がハリーポッターメガネのひげおじさん、ありがとうございます。そして6位がザンタクさん、ありがとうございます。5位がモフニーさん、ありがとうございます。4位がおーちゃま、ありがとうございます。3位がしんのすけさん、ありがとうございます。2位がナグノさん、ありがとうございます。そして1位がライトワンさん、ありがとうございます。はい、ということで短い時間でしたが、評論を見てくださってありがとうございました。また21日の生誕祭、しおりさんの生誕祭でお会いしましょう。素敵な生誕祭になるように一緒に盛り上げていきましょう。配信でも来てくださる方もよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。寝る前に TikTok 見てくださいバイバイ、ありがとうございました。バイバイ。